問。フォルクスワーゲンのビートルとミニのクロスオーバーならどちらがおすすめですか？ミニならディーゼル検討です。俺は前者。ミニクロスオーバーは個人的には好きじゃない。ミニはミニクーパー、レア観音開きのトラグマンだからミニなわけで、 SUV の意味がわからん。おまけにディーゼルは4個ないし、出来もパッとしない。ディーゼルだし。ビートルは子供が車を描いたらビートルになる。それだけ純粋なデザインだと思う。ディーゼルは回避した方が。今回の不正で BMW も基準値オーバーの可能性があります。ミニはBMW 傘下ですから、最悪の事態を想定しないとダメです。ディーゼルならマツダの一択、ガソリン車なら好きに選んでも大丈夫だと思います。今はどちらも。ワーゲンはディーゼルの不正ソフト騒動でブランド価値下がりまくりですし、ミニ、BMW も実は同じことやらかしてたんじゃないか。疑惑が報道され始めていますから、しばらく様子見た方が良いと思います。